鹿児島県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止まで定数は3。現在は鹿児島3区の一部と鹿児島4区の一部。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数36万567人、投票率73.90%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数35万2252人。 投票率 77.、77.20%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、34万4868人。投票率 74.、74.06%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、34万56人投票率、ーセント 第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、329,068万人、投票率 78.、78.40%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、326,774万人、投票率 81.、81.69%。第34回衆議院議員。 総選挙12月5日、執行当日有権者数、316,996万人、投票率 79.、79.82%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数30、307,362万人、投票率 79.、79.91%第32回衆議院議員。 総選挙12月27日執行当日、有権者数30万7597人、投票率77.25%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数301。259人投票率81.09%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行。 当日有権者数、31万1767人、投票率 77.、77.80%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、31万7396人、投票率 79.、79.25%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、 32万736人、投票率 78.、78.80%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、31万6315人、投票率 81.、81.44%第十六回衆議院議員総選挙四月十九日執行、当日有権者数 30,、三十万百二十一人 投票率 82.、82.59%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、31万1480人。投票率 81.、81.42%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、30万3603人。投票率、 74.47%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数309,927万人、投票率70.16%。ありがとうございます。